宮沢明子5月10日から2019年4月23日は日本のピアニスト、エッセイスト。ヨーロッパ、ニューヨーク、東京を拠点に活動し、ハイドンやモーツァルトなど古典派を中心にしたレパートリーを得意とした。兄は法制審議会委員や日本被害者学会理事長、中央大学教授などを務めた宮沢光一。母は ピアニストの宮沢八千代。父は、元富士銀行スキア橋支店長の宮沢義江。イエール大学憧れのピアニストアルトゥール、ルービンシュタイン1941年5月10日に、神奈川県逗子市で生まれる。ピアニストだった母の、からピアノの手ほどきを受けたが、小学生の頃は、体が細いし、手が小さいし、 とても神経質だからピアニストは無理と周りに言われ、ショックを受けていた。13歳の時には、両親の発案で、ピアノ修行のために、東京へと引っ越し練習を重ねたが、高校時代3年間、連続でコンクールに挑んでも入選にとどまり、入賞はできなかった。聖戦女学院を卒業し、まだ海外留学が珍しかった時代に、東邦学園大学、 イエール大学音楽部、ジュリアード音楽院などで、井口愛子、ドニース・トルコフスキーらに学んだ。なお、本来は、フランス留学を目指しており、給費留学生試験を受けたが、国立系でない私立音楽学校出身であったため、補欠となった。その後アメリカの音楽大学に手紙を書き、一番高い、奨学金をくれた学校に入学した。1963年には、 ジュネーブ国際コンクールで第2位となった。さらに1964年にはビオッティ国際音楽コンクールで金賞第一席を受賞しアメリカのケネディ大統領の追悼演奏会に出演した。また同年ベルギーに住まいを移し1965年には日本デビューを飾る。その後も欧州と日本を往復しながら キャリアを積み上げ、多い時でベルギーと日本を一年に八往復していた。なお、1971年に出会った、ヤマハの調律師細谷国生とは、専属調律師として十数年間コンビを組み、人柄の誠実さと温かさが、ピアノに伝わっている。天才と評したが、細谷が、ヤマハ勤務のみで演奏ツアーに同行するのが難しく、 なったため、お互いの了解のもとにコンビを解消している。1978年には、NHK 教育のテレビ番組、ピアノのお稽古に出演。また、1987年に発売された、自動再演ピアノ、ヤマハピアノプレイヤーでは、ピアニストのスタニスラフ・ブーニンらと共にフロッピーディスクに、演奏が記録された。また、 クラシック音楽以外の音楽家とも共演し、シャンソン歌手のイブ・デューテイユのコンサートに友情出演したりした。2000年に最初のピアノ教師である母を93歳で見送った。後、毎年3月と9月には必ず帰国することにした。と語り、日本での活動を再び活発に行うようになった。2019年4月23日。 居住先のベルギーアントワープ市内の病院にて脳梗塞で77歳で死去。葬儀は近親者たちがベルギーで行った。ピアニストは長いキャリアを経て人間的成長を遂げ、それをどう演奏に反映できるかで評価されるべきもの。ルービーンシュタインのように年をとるごとに一層花と愛を感じさせるピアニストになりたいと語っていた。また、 100歳まで現役を貫いていたピアニスト、ミエチスラフ・ホルショフスキーを尊敬し、私の神様と語っていた。1980年の1月から6月にかけて、東京新聞で、コラム、放射線を連載した。また、1988年から1989年に、かけては、コラム、五線譜のつぶやきを、1993年には、 話の肖像画を産経新聞で連載した。エッセイ集にピアニストの休日、産経新聞のコラムを収録したピアニストの自画像がある。その子供の性格、精神の状態、果ては食事の仕方まで知らなくては本当に教えることにはならないと思う。子供を教えるのは本当に大変と語り、日本においてもベルギーにおいても基本的には個人で、 ピアノの指導をしなかった。ただ、公開レッスンには情熱を注いでいた。また、子供への音楽教育に関しては、親の意志で、早い時期から楽器を弾かせないで、本人がやりたいというまで、徹底的に音楽を聴かせることが大切と主張していた。指導した生徒に、作曲家、ピアニストの中村治がいる。ピアニスターのヒ氏は、幼い頃ピアノ教室で、 宮沢アキコピアノ教室ブルクミュラー25の練習曲のレコードを聴いて感動し、後年スタッフとして働いていたテレビ番組に宮沢が出演した際にはレコードを持参してサインをもらった。宮沢は現物を自分で持っていなかったため、よくぞとっといてくださったわと語り涙した。また、1969年にオープンした衝撃上渋谷ジャンジャンの 名付け親にもなった。フランスっぽい名前をというリクエストに対し、ジアンと答えたが、もっとユニークなものをと返されたので、お客がジャンジャン来るようにという意味を込めて、ジャンジャンとした。ありがとうございます。